今年日本記録を更新した福部真子選手。昨日の広島大学での練習には国体に出場した中学生も参加、一緒にハードル練習を行いました。少なからずこうなりたいって思ってもらえてるんであれば、やっぱそうあり続けたいなとは思うので、中学生でも今からでも取り入れれる練習内容だったりもするので、参考にしてもらえるんであれば参考にしてもらえたら嬉しいなと思います。全日本実業団陸上で再び日本記録を更新しましたが、この記録本人はまだ実感が湧かないそうです。ゴールデングランプリで走った時にとんでもなく速いなって思ったのをすごく覚えてて、そのタイムよりも速いタイムで走れたんだっていうことに驚きもあり、結構不安になっちゃうぐらいなんかびっくりしてます。日曜日には今シーズン最終戦となる田島記念陸上に出場、高い目標を持って今シーズンを締めくくります。目標としては12秒8台を2本揃えれたらもう御の字だなと思ってるし、もう一回その12秒78っていうその標準自体をまあ切れると少し自信につながった上で冬季練習に気持ちよく入れるので、まあ欲は出したいなと思います。